こんち翔太です今回なんですけど、幸運正後状態ですね。こちらの座敷わらしのスキル1で、幸運生後を4名に巻くことができるんですけど、その火力がですね、の伸び悩んでいる方へ向けての動画となります。まあ、正直ですね、攻撃力はそんなに上がりませんっていう解説動画を撮るつもりでいたんですけど、なんかちょっとおかしいですね、幸運生後の伸び率って。なんかちょっと私、計算してみたんですけど、 筋力値、知力値、臨床値の上昇分に対して攻撃力の伸びが合ってないような感じがしているので、まあ、それについて話していけたらなと思います。はいえー、前半はですねこれ本日の目次になるんですけどあの攻撃力の計算式の説明をしてですね筋力値を変化させたときに攻撃力がどのぐらい変化するのかを確認します。ででその後ですね筋力値の上昇分の確認をして まあ、幸運生後で筋力値伸ばしてもそんなに火力って伸びないですよね。で終わろうと思っていたんですけど、一応ですね、幸運生後状態ですね。まあ、火力の確認っていうのをしてみたらですね、何かがおかしいような気がしています。ちょっと私の検証不足なところはあるかなと思うんですけど、一応シェアできたらなと思います。で、最後にまとめをやっていこうかなと思います。 えまずはですね、攻撃力の計算式について話していきます。まあ、ちょっとですね、細かいところはですね、なかなかややこしい計算式となりますので、まあ、かなりざっくりした計算式のまとめをしています。えー、まずはですね、固定値ですね。 かけるですね装備とか思想とかですねセット効果であったり、まあ、専属武器の性能であったり思想の効果であったりそういったところでですね攻撃力上がったりとかするのかなと思いますパーセンテージ関係ですねここはでプラスですね奥義とか学術とかで固定値で攻撃力上がるものあると思いますので、まあ、その部分が足されますでここに大きな括弧がついておりましてそれかけるですね最終的に奥義であったり学術であったりパッシブであったり訓練の攻撃力のパーセンテージっていうのが 最終的にかけられるので、まあ、個人的にはですねこのパーセンテージっていう育成をしてもらうとですね一番伸びていくのかなというふうには思いますでちょっと固定値とざっくり言ってしまったんですけど固定値の中にはですね筋力値で攻撃力上がったりすると思うんですけど武将であったら、まあ、筋力値であったりですね武器の攻撃力もありますしまあ思想ですねでブラとかで 攻撃力上がったりとかするかなと思いますし、宝石ですね、まあ筋力値が上がったり、最大攻撃力、最小攻撃力上がったりするかなと思います。で、武器の無双神技でですね、最大攻撃力だけ伸ばしていくことができるので、まあそういったですね、ちょっとこの固定値の中にはいろんなパラメーターっていうものが存在するのかなと思います。 で、一応、高運生後で伸びるのはですね、表記上はですね、えー、この固定値いろいろある中の筋力値のみが上がるというようなものになっております。で、まあ、しっかりですね、育成すればするほどですね、あの、筋力値以外のパラメーターもし,あのしっかり伸びてくるかなというふうに思いますね。ので、まあ、筋力値ですね、多少変えたぐらいだと、あの、筋力値で変化する比率ですね、っていうのは小さくなっていて、まあ、攻撃力の伸びっていうのはですね、まあ、他のパラメーターが育てば育つほど小さく、相対的に小さく なるというふうなものになります、まあ、なので筋力値が20%上がるっていうのはですね攻撃力が20%上がるわけではなくですね、えー、もちろん筋力値 以外すてでであれば筋力力値20% 20%上上ががるると攻撃力20上がるんですけど、まあ、最終的にはですね、まあ、武器、まあ、特に武器ですかね武器の攻撃力っていうのがかなり大きいウェイトを占めるかなと思いますので、まあ、最終的に筋力値20%上がっても攻撃力は 3%4% しか上がらないみたいな状態っていうのが起こります、まあ、最初はですね私これがあるので攻撃力はそんなに伸びないですよっていう話をしようと思っていました 実際ですね、筋力値を変化させた時の攻撃力の確認っていうのを行いました。で、訓練と奥義のない、えー、まあ、素のですね、えー、生まれたばかりのキャラクターでまずは確認しました。えー、見てもらうとですね、左側が 筋力値3850右側がまあ筋力の宝石だけつけて4380まで伸ばした状態になっています。で、見てもらいたいのが最小攻撃と最大攻撃のところになるんですけど。まあ基本的にはですね。筋力値を上げるとですね。最小値が。 最小攻撃力がですね、筋力値の上昇分の半分伸びて、最大攻撃力の1倍です。筋力値伸びた分の1倍伸びていくというような感じになります。で、見てもらうとですね、最小攻撃力は2025から2290。で、最大攻撃力が3950から4480上がっています。まあ、この上昇分っていうのはですね、基本的に筋力値伸ばした分伸びたというような感じです。まあ、筋力値14%上がってるんですけど、攻撃力も、まあ、ちょっと誤差ありますけど、13%上がっているっていうところで、これは 多分元々の副賞ごとに持っている固定値の影響を受けていて、まあ、多少ですね、パーセンテージ減ったのかなというふうには思います。まあ、こういったですね、まあ、基本的に他の要素がない、えー、状態であればですね、筋力値上がった分攻撃力が上がるというふうなものになります。まあ、これ、装備ももちろんしていないですし、思想とかももろもろない、完全にすっぱたかな状態での話なので、まあ、こういった場合で使うのであれば、筋力値の上昇分そのまま攻撃力が上がるというふうになります。 で、一方ですね。まあ、私のまあ、無課金のサーバーのホンダ忠和ですね。で、えー、武器思想。 えー、奥義、宝石なしっていうような状態で、えー、確認しましたあの基本的にはですね、えー、若干ですね訓練、えー、プラス6まで覚醒しているんでパーセントの分は乗るんですけど、まあ、こちらですね筋力、えー、14,276から21,656まで伸びていますあの固定値っていうのを、えー、攻撃力っていうのはなるべく外した状態で確認したんですけど、えー、最小攻撃力が17,170から25,805 で最大攻撃力が 33, 3万3873から5万1143まで伸びていますで。こちらもですね、筋力値52%上がっているんですが攻撃力50%伸びているというところで、まあ、基本的に訓練とかパッシブでですね、えー、パー攻撃力のパーセンテージ上がるというところはあるんですけどあの辺はパーセンテージになるので、まあ、固定値が影響していない限りは筋力値伸びた分ですね、攻撃力伸びていくというような感じになります。 で、この次にですね、ま、あいろいろつけた状態になります。ま、あ武器も思想もですね、宝石ももういろいろですね、つけれるだけつけた状態での確認というのを行いました。えー、こちら左側がですね、筋力値1番8011。で、右側が2万9871まで筋力値伸びてます。だいたい66%筋力値上がってますね。で、攻撃力としては、最小が29万1177。 からですね、万で最大が528,690から563,659まで伸びていくことができました。 でこの伸び率っていうのはですね筋力値が66%上がったので先ほど前であれば攻撃力もまあ60%近く上がるようなものになるんですけど、まあ、やっぱりですね思想であったり、まあ、主に武器でしょうね、まあ、武器つけた影響というのがかなり大きくてですね攻撃力としてはまあ6%しか上がっていないというような状態になります。 まあこのようにです、ねまあ、同じ筋力値のパーセンテージを上げてもです、ねまあ、装備の状況であったり思想の状況であったり宝石の状況であったりです、ね、いろんな要因が絡んでくると攻撃力の,の伸び率というのはです、ね、10分の1ぐらいになってしまうということが考えられます、まあ、なので筋力値20%上げたぐらいだと、まあ、人によってはです、ね、攻撃力1%、2%ぐらいしか上がらないというのも全然あるかなと思います。まあ、というののもです、ね、先日劉備の嫁が来た時に筋力値確かレベル60ぐらいつ ついていたと思うんですけど花嫁衣装にあれつけてもですね意外と火力伸びなかったっていう意見かなりあったかなと思いますまあ、それもですね同じ理由です筋力だけ上げたところでですね攻撃力の伸びっていうのは全体で見ているのでまあ、筋力値多少伸びたぐらいだとですねあまり変わらない攻撃力で最終的に、えー、最終的な計算値で見るとそんなに変わらないというようなところがあるのでまあ、ここ この幸運で筋力値を上げるっていうのは攻撃力にまあ、そこまで大きく影響してくるものではないというところですまあ、ただですねちゃんとですね筋力値を上げた分の攻撃力の伸びっていうのは確認できています、えー、先ほどのホンダタダカの例でですね左側がいろいろついていない状態右側がいろいろついている状態のですね筋力値の変化と最小攻撃力最大攻撃力の変化を示しています でですね、まあ、この筋力値による変化というところを見ていただきたいんですけど、筋力値が、えー、7380、えー、この場合だといろいろなしの時はですね変化しているんですが、えー、そうなると最小攻撃力はまあこれの半分の3690、最大攻撃力は7380ですね、えー、伸びていることが確認できるかなと思います。でこうなるとですね、えー、訓練で90%、このキャラクター、 攻撃力アップついておりましてパッシブも44%攻撃力伸びるっていうところがありますそこから考えるとですねまあ、この 筋力値の伸びに対してですね攻撃力っていうのはですね、まあ、筋力値の135%、134%分ぐらいですね上がっているっていうところで、まあ、きちんとですねこのパッシブとか訓練の影響っていうのもですねちゃんと受けることができ、まあ、筋力値伸びた分攻撃力伸びているということが確認できますいろいろありの状態でも同じですね、まあ、訓練とパッシブは一緒なんですけど装備関係で26%ついていて、まあ、最初に説明したですね計算式に当てはめるとです、ねまあ、理想と としたら19 5。5%ぐらいえ、筋力値の上げた分ですね。攻撃力が上がるはずです。で、まあ実際ですね。計算するとまあ、筋力値の上、昇分に対してですね。19。5%分ぐらいですねさらに攻撃力増えているっていうことが確認できたので、まあ、計算もきちんとできていますし。しまあ、筋力値ですね。を上げた分はきちんと攻撃力に反映されているっていうことが確認できました。 でここからが厄介なところなんですけど、幸運生後状態での確認というのを行いましたえ。まず使用したのがですね、ちょっと私が用意できたのが、あやめですね、えー、あやめの六覚醒したものになります。 で、ステータスとしては、ですね、ま治、あ、力値パッシブついておりますので、まあ、7万998っていう、まあ、大体7万1000ぐらいの治力値を持ったようなキャラクターになります。で、攻撃力としては、ですね、一応最大と最小で合わせました、22万5970で、えー、合わせたので、まあ、これで幸運生後状態の有無で、ですね、どれぐらいスキル2の火力がの変わるのかっていうところを計算しました。 で上にですね、まあ、ちょっと同じボスに、えー、出てきてもらったんですけどちょっと私の検証の仕方が間違っていたら大変申し訳ないんですが、まあ、幸運状態にできるキャラクターとして恵比寿を使ってやりました、えー、左側がですね恵比寿を使って、えー、敵を撃砕状態にして自身はですね幸運状態に入っていない状態でスキル2を打った時の火力、えー、こちら107万6573というようなものになりました、まあ、こののの中にですね知力値の12倍分のダメージが入って ているかなと思うのでそれを引いたた分がまあ攻撃力で与えたダメージというふうに解釈して計算してますで右側がですね幸運を付与した状態で、まあ、同じ条件で殴ったものになります、まあ、大体ですね126万ぐらいの火力っていうのを出していくことができたんでまあ、20万ぐらい攻撃力、えー、火力上がっているっていうようなところがわかるかなと思いますでそこからですねちょっと細かい計算内容は端折るかな端折るんですけどあのまあ知力値が 防御無視のダメージがそれだけ伸びたというふうに仮定して攻撃力の計算というのを行いましたえするとですね、知力値の伸びとしては、まあ、大体7万1000だったんで、もともとそれを1.2倍すると、まあ、1万4200ぐらい伸びているはずなんですよね。で、それに対して攻撃力の伸びっていうのが7150ぐらいしかなかったっていうところがあります。 でまあ、これまでの計算であれば、ですね、えー、先ほどまで言っていた計算であれば、まあこうえー、少なくとも知力値伸びた分は攻撃力伸びないとおかしいというところがあって、プラスアルファ、ですねこのキャラクター、えー、攻撃力99%と54%の、まあ、パッシブト訓練でついているんで、まあ、知力値の伸びた分の2.5倍分ぐらいは攻撃力伸びてもらわないとおかしいはずなんですよね。まあ、これれまでででの計算であればですね少なくとも攻撃力は 1万7750から3万5500ぐらいまで伸びてもらわないとおかしいんですけどその伸びに対して半分もいってないっていうところで、まあ、最小攻撃で考えても最大攻撃で考えてもなんかちょっとおかしいかなというような印象を持っています、まあ、なぜか知力値の増加分ほどのですね攻撃力上昇っていうのはちょっとあの今回確認できませんでした、まあ、ちょっと私の計算が間違っている可能性っていうのもあるかなとは思うんですけどにしてもなんか 伸びっていうのがかなり小さめかなという風に感じましたねちょっとこれわかる方がいたら教えてほしいです え最後ににままとめになりますえ攻撃力のベース値ですねっていうのは筋力値と武器とか宝石とか思想とかですねまあそういったところの、えーまあ、合計値でベース値っていうのは決まってきますで育成をすればするほどですねまあこの、えーまあ、特に武器のところかなというふうには思うんですけどまあベース値の中の割合っていうのがですねまあどんどん武器寄りになっていくっていうところがありまして筋力値を同じだけ伸ばしたとしてもですね、えー、まあ筋力値の、えー、伸びに対する 攻撃力の上がり方の割合っていうのはどんどん小さくなっていくのかなというふうに思います。で高運整合状態っていうのはですね、まあ、筋力上昇をさせるっていうところがあるので、まあ、この筋力値だけ上がっても攻撃力の伸びっていうのはそれとイコールになるわけではないっていうところはあったんですけどちょっと実際ですね挙動を確認してみると火力計算が合わないちょっとかなり低めに出ているっていうところがありました。 まあもちろんですね、まあ、防御無視には効いているはずなので、まあ、筋力値のベースが高いとですね、その分、まあ、筋力防御無視のダメージっていうのはどんどん出していくことができるのかなというふうに思います。まあ、攻撃力防御無視ですね、ちょっとこちらに関してはの伸ばせる火力っていうのはそこまで大きくないのかなと思うんですけど、まあ、敏捷値、筋力値、治、えー、力値ですね、まあ、これらのパラメーターによる防御無視のダメージは伸ばせるようなバフになっているので、まあ、やっぱりですね、まあ、高温整後状態、少なくとも火力だけ のバフではないので状態状態勢であったりクイティカウ率も上げてくれるようなまあ、バフになりますので、まあ、やっぱりですね混成後状態自体は優秀かなと思いますちょっと火力計算が合わないのが若干ネックかなと思うんですけどまあおすすめできないっていうわけではなくてですねまあ、やっぱり万人におすすめできるようなキャラクターかなと思いましたえー、これで今回の動画は終わりにしようと思いますこれからも放置少女の動画を上げていくのでもしよければ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします